ピクロイゲットだぜ。焼きそばポケモン色違いの赤い焼きそばです。ということで本日はこちらのもろ新しいスキンですね。これやっぱどうしても見て思いつくのはポケモンソードシールドのあのザシアンとマゼンタのあのデンスポケモンのあのザシアンがね、やっぱ剣があるんでやっぱ思い浮かびますよね。ということで本日はクリエイティブで最強のポケモンを作っていきたいと思います。まあ、モロはね伝説ポケモンなんで僕がやれっつったらみんなはいって言います。ということで早速作っていく。今日はお前たちにポケモンを作ってもらう。自分の島ってこれあるよね、みんな自分の島に行ってで、あのポケモン作ってきて、最初のポケモンはピカチュウね。オッケー、ピカチュウ作ってこい、みんなあっちでピカチュウ作ってこい。デケ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 デーン、デンクンテレンテ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 ン。さあそろそろかな。どうしたみんな泣いて。シオン丸行かせていきたいと思います。顔だけじゃん。クリエ初心者のピカチュウサトシに捨てられたらしい。かわいい、かわいい。レベル2だって。レベル2のピカチュウなんていなくね。ピチュウいいね。作った人誰だ。あ、パンダくん、かわいい。いいですね、レベル2ですね。どんどん行こう、次行こう。タヌキチくんのグリッド島行きます。さあどんなピカチュウが待ち受けている。これか。おっと、あ、棒、モンスターボールがある。すげえ、うわ、すごい、かわいい。あー、すげえ、台に乗ってる。ピッカー、あ、落ちた。すげえ、しかもモンスターボールもあんじゃん。あ、なるほど、このビリビリはあのピカチュウの10万ボルト。うわ、これすげえな。いいね、いいね。わーいって、だんだん吉君、あ、君が作ったのか。うん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 。いいね、これかなり高得点ですね。よし、次行きましょう。なるほど、上から見たらみたいな感じなのかな。そういう再現の仕方もあるのか。なんかプードルみたい、かわいい。笑うな笑うな、かわいい。いいね、そういうのもありだな。よし、次行きましょう。お、なんか黄色いのが見える。ピカチュウ、う、あ、あ、う。気持ち悪い、気持ち悪い。何これ、かわいいのか、かわいい。これピカチュウだな、ピカチュウだな。これ誰だ、作った人出てこい、作った人出てこい。君か、うわ、作りそうな見た目してるわ。いや、これもまあピカチュウですね。ピカチュウ367レベル頃にはこうなっているでしょう。尻尾もすごいな。いいね、次行きましょう。さあどこだ。おっと、黄色いのが見えますね。あ、まだ作ってる途中かな。あ、まだ作ってる途中だ。あ、頑張って作ってる。時間切れ、残念。泣いてる、どんまい。大丈夫、まだいっぱい作るから。俺のピカチュウ見る、みんな。俺のピカチュウ一番すげえから、マジで笑うなよ、本当に。さあ僕のピカチュウこっちです。どうですか、僕のピカチュウどうです。はい、ピカチュウでーす。ピカチュウですよ。何その反応。笑ってんじゃねえよ。これが俺の全力のピカチュウだ。いいよな、ほらほらほら、いいよな。あー、分かってるわ、分かってるわ。さすがや、さすがや。これがピカチュウです。サトシ、お前食っちまうぞ。いいでしょ、いいでしょ。ほらほらほら、
はいはい、すごいすごいって言われてる気分だわ。誰が一番すごかったかな。たぬきちくんのがすごい良かったよね、これ。ほら、これすごいよな。モンスターボールもあるし、なんかすごい売ってそう、これブロックピカチュウみたいなね。ということで、第1回の優勝者、たぬきちのピカチュウ、イエーイ。じゃあ次のお題は、よし、次はじゃあ海竜いきましょう。海竜、俺海竜好きなんだよ。海竜作ってきて、みんな。よし、次海竜作るぞ。ちょっとちゃんと次は作ろう。俺グライダーがめっちゃ海竜みたいなんだよな。いくよ、ほら海竜。いや、リザードンか。よし、海竜作りまーす。さあ次はどっちから行こうかな。できた、みんな。時間足りなかったな、全然。歩くランは13世は最初やめとこう。海竜、ここ行こうか。僕はポーズだよ。行きます、お邪魔します。さあ、どんな海竜が待ち受けている？おっと？ 2 つあるな。どっちがどっちだ？あ、すごい。すごい。こっちが今作ってんのかな？ポーズくんかな？かわいい。これなんか人影みたい。そしてこっちが、時間が足りなかったみたい。てか、胴体長。胴体長。あ、翼が、ひらひらしてる感じね。あれ、こっちにもある。ゆうまくん。三つあるね、海竜が。これも、3D。シンプルですね。次行くか。あ、出てこい、海竜。どこだ？お！全然まだまだ、足しかできとらん。足というか、なんだこれは。まだまだこれから、時間が足りなかったな、やっぱり。泣かないで。泣かないで。そういえば君、さっきも時間足りてなかったね。マイペースさん、マイペースさん。よし、次行こう、次行こう。ラマー13世行っちゃう？絶対もう変なの作ってんだよな、ここ。絶対変なの作ってるよ。お邪魔します。さあ、海竜どこだ？おっと、お、このオレンジのやつが海竜かな？え、お、すごっ！え、すげえ、めっちゃすげえ、足光ってるし。え、なんか一番クオリティ高くないか。なんか気持ち悪いんだよな。なんか気持ち悪いけど、すごいな。ピカチュウみたいな、なんかぶっ飛んだの作ってくんのかと思ったら、意外とまとも。なんか今までで一番形になってますね。さすがですね。ここさっきのピカチュウめっちゃ可愛かったからな、多分海竜もすげえ可愛いと思うんだよね。お邪魔します。これピカチュウめっちゃ可愛い。海竜だよ、海竜だよ、海竜だよ、海竜だよ。あ、え、すごいすごいすごい。顔だけ組んだ。またパイプでチョピンって乗ってる。いいね、いいね。鼻が丸い。なるほどなるほど。9点出ました。9点、さすがですね。6点。さあ次はじゃあ、前回ピカチュウで1位を取ったタヌキチ、絶対ここも期待大ですよ。今日も全然ダメでしたみたいな。うんうん、ダメでした。まあいい、見に行こう。さ、え、すごいじゃん、めっちゃ。マグマと火吹いてねえか、これしかも。え、すご。え、すごくない？普通に。すごくない？顔もなんかヒゲ生えてる、かわいい。オリジナリティありますね。ちなみに、俺の帰りを見る。ごめんだけど、多分俺今回1位かな。こっちです。こっち後ろ側ね。これが俺の海竜。どう？でかくない？ピカチュウの方がでけえ。どうすか？どうすか？よくないすか？はいはい。すごいすごい。はいはい。すごいすごい。レゼ君のやつ、頑固ちゃんみたい。確かに頑固ちゃんだな。ということで、今回もね、あのタヌキチ優勝かな。さっきの2点出されてるし、俺タヌキチやっぱさすがだな。最後のお題はミュウツーでいきましょう。ミュウツーで、ミュウツー作って誰が一番良かったか決めましょう。よし、作ってこい、行ってこい。さあ、ミュウツーの逆襲、誰から行こうかな。今回はさあ、3体のミュウツーが、おっ、早速なんか紫だ。下の台に乗ってね、ミュウツー。なるほど、披露してくれるタイプだ。さあ、期待大ですね。お願いします。お、出てきた。うお、すごい。え、四足歩行ミュウツーが現れた。ずるくね、ずるくね、気持ち悪い。なんかゾンビ倒してるし、
まあ、ミュウツー目も燃えてる、しっかり可愛い。何このクリーチャー何これ、すごいな。まあ、シンプルでいいですね、シンプルでいいですね。よし、次行こう。さあ、二人目のミュウツー、おっと、隠されてますね。顔だけするの難しい、これこれミュウツーだよな。素晴らしいミュウツー、ありがとうございました。次行きましょう、次行きましょう。次はこっち、顔だけシリーズ行くか。さあ、顔だけミュウツーどうなった。まずピカチュウからのミュウツーはこちら。で、なんかでかい、でかいぞ、期待大ですね。お邪魔します。うわ、すごいすごい、かわいい、めっちゃかわいいじゃん、これ。キラキラしてていいね。よくないこれ、普通にめっちゃ可愛くない？ミュウツーだ、本当にミュウツーだ、すごーい。あ、なんか上にもついてる。あ、ピカピカしてる要素は、それか。なるほどね。すごいミュウツーだ、これは。可愛い仲間になってくれそうだ。じゃあ、アルクラマ13世いっちゃうか、ここで。さあ、えげつない作品を作り続ける。アルクラマ13世のミュウツーはどれだ？はい、ピカチュウ。で、これがカエリュウでしょ？そしてこちらが、ミュウツー350レベルいや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 、鼻垂らし小僧じゃん、ただの。これにゃんこ大戦争のラスボスみたいな感じじゃん、これ。おい、何、めっちゃなんか喜んでんだけど。ほらほら、やっぱすごいすごいじゃないんだよ。全然ダメだよ、これ全然ダメだよ。よし、次行こう、次行こう。次、じゃあちょっとさ、俺のとこ来てもらっていい？てか結構すごいかもしんない、今までの中でも。入っていいよ。こちらです、俺のミュウツー。あ、見えない。どうよ、これが俺のミュウツー。ほら、すごくね、すごくね、すごくねえか。普通にマジでミュウツーじゃん、ほら、マジのミュウツーでしょ。あれ、笑ってる人いるんだけど、ダメかこれ。いいでしょこれ、いいよね。よかった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 、これいいよな。よしよし、じゃあ最後いきますか。たぬきち先生もまた今回も素晴らしいの作ってくれたんじゃないでしょうか。いや、楽しみだな、絶対すげえよ。いくぞ、たぬきち先生の島。ピカチュウとカエリュウも優勝してますからね。おっと、これが、うわうわ、すごい凍えてるモンスターボールもまた後ろにある。シオンマルのミュウツーが一番良かったな。うわ、やっぱりいいわこのミュウツー、かわいい、キラキラしてて。ということで、ミュウツー最強決定戦、優勝はシオンマルさんです。おめでとうございます。さすがだ。優勝商品は何にする？赤い焼きそばポケモンいいだねいるんかい